やはり君たちか。ギルバート、あんた。おっと、それ以上は近づかないでくれたまえ。このお嬢さんを傷つけたくなかったらな。いや、あ、クローゼの後輩のフェンシング部に所属してる子だったね。いつも君たちは僕の邪魔ばかりしてくれる。だが今度ばかりはそうはさせない。この娘を手土産に僕は結社の階段を上り詰めるのだからね。え？どうやら見喰らう蛇は想像以上に巨大な組織らしい。今リベールに来ているのもあくまで氷山の一角。おそらくその影響力は大陸全土に及んでいるはずだ。さぞかし出世のしがいがあるに違いない。なるほど、そういう発想もあるんだ。なんていうか、いじましいまでの上昇志向ね。黙りたまえ。もともとリベールなんていう小国ごとき僕には狭すぎたのだ。見喰らう蛇こそ僕が上り詰めるのにふさわしい舞台。君たちなどに邪魔はさせない。まあせいぜい頑張ってと言いたいところだけど、その子をさらったところで出世の役には立たないと思うわよ。どうやら君たちは何も知らないみたいだな。この娘が身分を隠したリベール王家の姫であることを。だから違うって言ってるじゃないですか。しらばっくれるのはやめたまえ。僕が聞いたところによると、その姫は再建をよく使うそうだ。そして現在フェンシング部の女性とは君しかいないという。ならば君以外にありえまい。それって、ああ、なんていうか、思い込みここに極まれりだね。なんだその反応は。あのね、あんた前にバレンヌ灯台で逮捕された時のことを覚えてないの？忘れるはずがないだろう。あの時のことを思い出すと今でも腹渡が煮えくり返るくらいだ。だったら僕たちに同行していた女性とのことも覚えていますよね。一応面識もあったみたいですし。ああ、クローゼ君のことか。そういえば拘束した生徒の中には見かけなかったような。え？そういうこと。東大でもクローゼ再建を使っていたでしょ。そういえば。いや、そんなバカなことはありえない。ここまでやったのに無駄足だったなんてことは。現実逃避を始めましたね。哀れな。黙れ。どのみち人質を取っている以上僕が有利なのは同じことだ。傷つけられたくなかったら全員すぐに武装解除しろ。なんか本気でぶっ飛ばしたくなってきたわね。なんとか隙をつければ。どうした？言う通りにしないんだったらこの可愛い顔に傷をつけて。リチェル、こっちよ。はい。ジーク、どうしてここに？もしかしてクローゼに頼まれたのかい？これは参った。すごい、すごすぎるよ。バカな、そんなバカな。さてと、それじゃあお仕置きといきますか。みんなよ、覚悟。来たれ雷神、空と海の狭間より。待ってくれ、すまなかった。この通りだ。頼む、仲直りをしようじゃないか。さあ、握手をしよう。引っかかったな。バカね、お前なんてこうだ。お前さえいなければ僕はエリートなんだぞ。そうだ、黙みろ。バカ。待て、話せばわかる。これで貴様もおしまいだ。貴様の血は何色だ。貴様の血は何色だ。おととい来やがれ。やろう。嘘でしょ。ちょろいちょろい。あうあう。お願いします。命ばかりはお助けを。まったくもう、いきなり卑屈にならないでよ。最後はなんだか弱い者いじめみたいだったね。自業自得というものだ。それでは、教会規約に従い、君の身を拘束させて。それは困っちゃうな。廃校に現れた。カンパネルラか。ごきげんよう。君たちが学園に突入するあたりから見物させてもらったけど、いやー、これが面白いのなんのって。まさかあのタイミングで飛び入りの役者が登場するとはね。カンパネルラ様、助けに来てくれたんですね。ねえギルバート君、僕、王家の姫君をさらえなんて命令した覚えないんだけどな。そりゃあ現場には現場の判断があるからね。あんまり細かいことを言うつもりはないんだけどさ。でもそれで失敗してたら意味ないよね。いやあ、何なの？フレームとルシオラが使うのと同じ構成現実の一種か。さすがに彼女ほどうまくはないけどね。でもこのくらいなら操れる。まあギルバート君の道化っぷりもなかなか楽しませてもらったし、今回だけは死なない程度のお仕置きで勘弁してあげようかな。また逃げるの？まあ今回は申し訳なかったと謝っておくよ。今後結社がこの学園に手出しすることはないと誓おう。それでは皆様お騒がせさま。また逃げられちゃったね。道化師カンパネルラ、なんとも得体の知れない少年だな。ええ、そうですね。ですが彼の約束はある程度信用できると思います。そうか。まあ心残りはあるけど、これで一応一件落着ってって言っていいのかな？うん、いいんじゃないかな。クルツさん、アネラスさん、アルナさんにグラッツさんも、今回は本当に手伝ってくれてありがとう。水臭いこといい子なし。ああ、これも同じ遊撃士としての務めさ。やっと湖畔での借りを返せた気分だよ。また何かあったらいつでも力になるからな。期待してるわね。皆さんはこの後どちらに向かう予定ですか？黒根峠を抜けてボース方面に向かうつもりさ。今回のようなことが起きないよう各地の見回りをしながらね。そうか。気をつけてくださいね。お前さんたちもな。この状況が続く以上地道にやるしかないからね。ああ、せいぜいお互い気張るとしようや。そうだねえ、エステルちゃん。ん？何？今回一緒に戦っていて感じたことなんだけど、エステルちゃんの動き、迷いがなくて伸び伸びしてた。まっすぐに成長してるなーって正直感心させられちゃったよ。やだな、おだてても何も出ないわよ。それにアネラスさんだってすごく腕が上がってたじゃない。そりゃあ実践を繰り返せばね。でもエステルちゃんの場合、武術の腕だけじゃなくて心の芯まで強くなった気がする。それは多分ヨシア君を探す旅の過程で自分の道を見つけたからだと思う。本当に強くなったね、アネラスさん。ライバルとして私も負けてはいられないかな。機会があったらまた一緒に戦おうね。今度は私がエステルちゃんをびっくりさせてあげるから。うん、楽しみにしてるからね。エステル君、ヨシュア君、今回は本当にご苦労だったね。おかげで大切な生徒たちを無事に救出することができた。学園の代表者として改めてお礼をさせてもらうよ。無事に解決できて私たちもほっとしてるわ。まさか学園が襲われるなんて夢にも思ってなかったから。そうだね、判断が甘かったかもしれない。この状況下ではどこにも安全な場所などないわけだし。結社と言ったか。今回の事件の黒幕は得体の知れぬ者たちのようだな。君たち遊撃士の力がなければこの危機を乗り越えることはできぬ。一日も早く治安が回復するよう、オートで一人頑張っているクローゼ君を支えるためにもな。うん、全力を尽くします。今度の事件の黒幕はこの先もどうか一日も早い。二人ともお疲れ。お待たせ。ハンスたちの方こそお疲れだったね。なんの俺たちは待ってただけさ。あの程度でへばってちゃ生徒会役員は務まらないわよ。まあ本当に大変なのはこれからなんだし。確かにそうだね。こんな状況の中で新学期を迎えるわけか。あ、考えてみればそうよね。学園生活は大丈夫なの？とりあえずはな。俺たち生徒会の方でも対策を考えているところさ。自分たちの学園だからね。できる限りのことは自分たち自身でやりたいのよ。あんたたちやオートで頑張っているクローゼに負けないためにもね。そっか。全部片付いたらまた学園に顔出すよな。そん時はクローゼも交えて学食でパーティーと行こう。それなら劇の衣装を着て仮装パーティーってのもありね。せっかく両方の騎士と白の姫君が揃うんだもの。あ、ナイスかも。ナイスかもじゃないってば。それに僕はヨシュア？そのハンス、僕は。ん？どうした？そうか、やっぱり俺と一緒に暮らした日々が忘れられないって言うんだな。仕方ない、俺も覚悟を決めてお前の告白を受け入れるとするぜ。何言ってるんだか。これでも真面目な話をしようとしてるんだけど。昔の話がしたいんだったらいつでも聞いてやるさ。ただ聞こうが聞くまいが何か変わるとも思えないけどな。お前と俺がダチってことがさ。お前は戻ってきて、そして今目の前に立っている。大事なのはそこだろう。うん、確かにそうだね。やれやれ、男ってのは不器用っていうか。でもなんだかいいよね。学園の方も大変だけどなんとか頑張ってみるわ。仮装パーティー楽しみに待たせてもらうわよ。もしかして全部型がついたらまた学食でパーッとやろうぜ。それじゃあ二人ともこの先も気をつけてな。兄貴の店に昼飯を食いに来たんだ。外で会うのなんてずいぶん久しぶりだぜ。これからはちょくちょく顔を出しに来るとすっか。エステルちゃん、もう知ってると思うけど南区へは船で行ってくれよな。はあ、でも案内役も結構大変なんだよ。だってほら俺ってナイスガイじゃん。みんなに頼られちまうとどうしても断れないんだよね。いやあ、お疲れ様。学園では大変だったようだね。まあさすがと言うべきかな。どういたしまして。これもジャンさんの迅速な連絡があったからよ。ええ、カルナさんたちのおかげで突入が成功したようなものですし。それが僕の仕事だからね。ともかく大事に至らずほっとしているところだよ。もっともこの動力停止現象が完全に解決されないことには。それにまた結社の連中が何かしでかすかもしれないわ。この先も用心してかかった方が良さそうね。確かにそうね。うん、この先も気をつけて。あっと、そうそう、学園の事件のことだけど査定は済ませておいたからね。報酬を受け取りたい時は改めて報告を選んでほしい。ありがとうジャンさん。ではこれで失礼します。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいだね。何か依頼を達成したらまた報告に来ておくれよ。遊撃士さんたち、もしかしてあなたがティータちゃん？そういえばティータに何か伝えたいことがあるんでしたね。ええ、伝えたいことがあるっていうか、とりあえず少しでいいから時間をもらえないかしら。お話って一体何ですか？ええ、そのことなんだけど、まずはあなたの使ってる火薬式機関砲を見せてもらえないかしら。はい、構いませんけど。なるほどね。やっぱり間違いなかったわ。ティータちゃんはそれの型式なんかはわかる？あ、はい、いわゆる CZ シリーズってやつですよね。これはその中でも初期型で、世界に数機しかないレアものだっておじいちゃんが言ってました。うん、その通りよ。他にわかることはある？私も武器とかについてはそこまで詳しくないんですけど、ただこの初期型は基本構造に問題があって、設計段階の性能を引き出せていないそうですね。その影響で火力は強化できても砲撃範囲の調整が効かないんです。数世代先のモデルでは改善されたって話ですけど。十分詳しいと思うんだけど。言えてるね。なるほど、そこまで分かってるなら話が早いわ。それでティータちゃん、ラインフォルト社が出してる F パーツって聞いたことある？はい、CZ シリーズの欠陥を補うファイナルパーツのことですよね。比較的新しい型にしか適用できないって話ですけど、実はその初期型に合う F パーツが存在するって言ったら信じる？え、そうなんですか？ええ、これは事実よ。需要が少ないのもあってあまり数が出回ってないんだけど、確かに存在するのよ。そしてここからが本題。え？実はそのパーツが偶然にもこの店にあるの。あ、本当ですか？ええ、その F パーツをぜひあなたにもらってほしいのよ。そんな、いいですか？もちろんよ。あなたたちには王立学園に通っている妹を助けてもらった恩があるし、それにそもそも使わずに放っておくのももったいない話だから。でもやっぱり申し訳ないような気が。ねえティータ、店長さんもこう言ってるし、ここは素直にもらっておけばいいんじゃないかな。それでも気になるならまた何か別の形で恩返しすればいいんだし。お姉ちゃん、それじゃ本当にいいんですね？もちろんよ。最初からそのつもりだったし。パーツの取り付け方はわかる？はい、多分。よければこの場所をお借りしていいですか？すぐに取り付けちゃうんで。いいわよ。バッチリ改造できたみたいね。これまでとは一味も二味も違うはずよ。お前さんたちの番じゃぞ。後ろが詰まっとるんじゃから、とっととボートに乗るがいい。えば言ってたけど、黒瀬姉ちゃんオートに帰っていろいろと頑張ってるんだってな。よーし、おいらも負けてらんないぞ。先生が言ってたけど、よーし。あの変な貝殻が現れてから手紙とかも届かなくなって、オートにいる黒瀬お姉ちゃんは大丈夫なんでしょうか。外にいる兵隊さん、なんだかそわそわしてたの。ポリーが後ろから話しかけたらピョンって飛び上がったの。面白かったの。お姉ちゃんはアップルパイ作れる？ごめんね。ちょっと無理かも。おー、そうなんだ。やっぱり、黒瀬お姉ちゃんにお願いするしかないのかな。黒瀬お姉ちゃんが来た。お姉ちゃんのは最高なの！不時着した飛行艇の兵士さんが、しばらく、警備をしてくださるそうです。随分お疲れのようでしたし、よかったらエステルさんたちも召し上がっていってください。不時着した飛行艇の随分よかったら